どうもこんにちは、サムジョーと申します。よろしくします。これやっていきましょう。はい、どうもこんにちは、サムジョーの主役の武です。役かい。役ですよ。まだ役なんだ。まだ役。あ、ずっと役でいくんだね。演じてます。うん、よろしくお願いします。お願いします。ということで始まりました。はい、今日はですね、なんと体育館にやってきております。久々の、ね、いや、めちゃめちゃ久しぶりじゃない。うん、普通体育館来ないでしょ。来ない来ない。うん、しかも球技とかじゃないしね。うん、ということで、なんでここに来たかと言いますと、今日はですね、タケとガチでシャトルラン対決。イエスイエスイエス。いや、これもうどうしてもタケがやりたいと。どうしてもね。どうしてもタムジョーとね、はい、シャトルランやりたいということで、はい、まあ、こちら来ましたと、うん、いう感じなんですけれども、シャトルランとかね、まあ小学校中学校高校とかでやったことあると思うんですよ。皆さんもねやったことあると思うんですけれども、タケのシャトルランのベストとかはどこですか。ベストが、うん、50で。嘘でしょ。中2の時にそれ、あの、なんか小学生とか中学1年生とかが見え張っていう150とかでさ、見え張って、待って、見え張って、マジで150。でも確かに昔だから確かに嘘ついてるかもしれないけど、ガチで150だったら覚えがある。え、バケモンじゃん。いや、ガチ言ってる。いつ、中 2? 中2、中2。あ、まだ来てない時か。そう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 、部活でやったんだけど。マジで。そうそうそう。いや、でも、うん、中学150は確かにすごいんだけど、うん、今、まあ8年ブランクあるみたいな感じじゃん。そのパフォーマンスを今出せる可能性は少ないと思う。さすがに負けてらんないぞと。そうだね。もし負けた場合、そのスポーツテストでさ、戦後とシャトルラン選べるじゃん。戦後の方で換算してほしい。そうだよね。できれば、うん、負けた場合ね。だからまあガチ対決なんですよ。ガチ対決、言い訳なしのガチ対決ということでね、ちょっと頑張っていきたいなと思います。思います。まあ、なんか視聴者目線なんだけど、うん、今のこのね、1500、3分46秒48で走ったタム城と、まあ、タケ8年ブランクあって昔150回以上やってたタケが本気でシャットラインやったらどれぐらいの回数いけるのかっていうのは本当に気になる。じゃ、今日ガチでしょ。もうガチです。もうガチ、うん、もうガチ、笑いなし、笑いなし、笑いなし、泣きなし、うん、ガチ対決。本気でやれば、本気でやれば、本気でやんなと思わないじゃん。そうだね、うん、本気でやろう。ということで、ちょっとマジで頑張ってやっていこうかなと思います。思います。いきます。それでは早速やってみましょう。タムジョー YouTube。 ぶっちゃけ150って言ったけど、なんか125でさ、シャトルランって止められるじゃん。そうそう、止められちゃうよね、うん、学生の時。その時、その150っていうのは部活でやったってこと。そうそうそう、部活で自分の限界までみたいな。なるほどね。で、150だったんだけど、うん、そう。だから、ちょっとシャトルラン結構自信あって、うん、タム城に本当にこれは勝ちたいから。勝ちたい。8年ブランクあったとしても、うん、勝ちたい、行きたい。うん、タム城ってなんか、うん、反復の動作多分苦手なんですよ。なるほどね。反復っていうか、その急に止まって走るみたいな、うん、そこで勝ちたい。なるほどね。ズバリタケの目標何回ぐらい。まあ、ちょ、分かんないと思うんだけど、160で。マジで、はい、もう8年前超えてるってこと。マジでこれ絶対きついぞ、大人になって。いけるいける。俺もう大丈夫。8年前のブランクって言ってるけど、うん、俺8年前みたいな、そ、8年前 の気持ちでやってる。オーケー、じゃあ頑張りましょう。よし、頑張る。ありがとう。はい、富城さん、うん、ちょっと競技間違えてますけど。いや、あの、これで、これが大事、マジで。うん、はい、という感じで、まあ、あのね、シャトルランってさ、公式ルールっていい、はい、あの、ズルするやついるじゃん。あれ、ドレミファソラシー、どうで、なり終わってからスタートじゃん。そう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 。ドレミファソラシーぐらいでついてるのに、まだスタートするやつじゃん。そう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 。それ禁止ね。それ禁止ね。しっかりしたルールね。公式ルールだと、うん、125結構きついんだ。多分ね。うん、だからね、まあでも、それでもまあ負けはしないでしょ。まあ、ズバリ目標はどれぐらいですか。結構ガチな数字。まあ2兆かな。2兆は2兆。頑張って2兆。じゃあ、うん、絶対勝つ。マジでカメラ意識しろよ。初めて。絶対背中向けんな。あんまり背中向けんな。うん、本当に負けたらもう何でもします。オッケー。じゃあ行けよ。やるわ。5秒前。あ、もう始まった。あ、タム城1回アウト。じゃあ1回やせ。絶対ふざけてたよね。さあ、何回からこういうことができなくなるのか。いや、今何回。今6。もう、あ、5回か。3回。
5だ。まだ 5? ちょっと温めたいね。はい、アップね。それやばいって。はいはい、あんたちょっと体力温存しといて。もう意外にきつい。意外にきつい。一応2人の実績を言うと、タムジョはこの間 1500m で3分46秒48を出しました。まあ、箱根駅伝も走っていて、まあ、長距離はかなりトップランナーの方に入ります。で、タケも、中学生の時に 3000m8 分台で、まあ、全国レベルの選手で、シャトラン自己記録が150回が自己ベストということで、まあ、今回8年ぶりにシャトルランをやっています。50。ぶっちゃけこの、まあ、論争ではないんですけど、長距離選手だからといってシャトルランができるかできないかっていうのは、まあ、結構面白い、考えだと思ってて、まあ、バスケ部の人だったりサッカー部の人が結構シャトルランは得意なイメージがあるんですよね。なんで長距離選手でもこういうシャトルランが本当実際どれぐらいいけるのかっていうのを、まあ、タムジョーの、今回結果をもとに見ていただけたらと思います。めっちゃプレッシャーかかっちゃう。さあ100しゃしゃ。さあ目標、とりあえずの絶対行かなきゃいけない100回は切りました。ここからどれぐらい数を伸ばせるか。はい、120 OK。 125。これ10点。ここは最低目標。ここからどれぐらい伸ばせるか。130。131。はい、頑張れ。136ね、今。ああ頑張れ。ファイト。140。大丈夫、セーフ。一回アウト。アウト。アウト。お疲れ。お疲れ。無理。マジ来て。タムちゃん145。マジか。負けました。負けました。じゃあちょっと感想を聞いてみましょう。タムジョー YouTube。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした。きつ。
一応マジきつかった、マジきつかった。一応結果の方が、竹が131回、で、タムジョが145回でしたね。ちょっと一つ言わせてください。はい、生きててすいませんすごいよ、131のさ、うん、いやいや普通120すごいすごいすごい、きついよ。大人になったら、俺もやったんだけど絶対無理なんよ、これ、本当に感覚違うよ、ね、違う違う、学生と今は。そう、あの学生の時は、あのギャラリー込みだったんよ、女子がいたから頑張れるっていうのがあったんだけど、今2人で、おっさん1人が見てるような感じだから確かに、マイナス点、だからちょっとパフォーマンスが少し落ちたと言っても過言じゃないか。あ、そうそう、それはあるね、それはある、もうプラス50ぐらいいってたの、うん、ギャラリーいたのかな、うん、まあ一応ちょっと、こっからは、まあ、タムジョの感想ということで、はい、まあ、実際まあね、長距離中距離はトップレベルの選手だけれども、うん、シャトルランで145回これはまあいい方なんだろうけども、いや、まあでしょ、ぶっちゃけどうでした、やってみて。いやね、まずやっぱね、その折り返し、うん、折り返しとかこう切り返しがマジない動作だから違う筋肉使うじゃん。なるほど。それがね、やっぱ一回一回止まんのがね、やっぱ負担になる。長距離選手ってさ、うん、リズムあんじゃん、一定で走り始めたらそのペースが楽みたいな、うん、でもそのペース走ってんのにちょっと潰されるみたいな、うん、感じのが毎回続くから全然集中もあんま切れてくるじゃん、うん、それがね結構きついということなんで、一概に長距離選手がシャトルランめっちゃいけるとは限らないかもしれない。なるほどね。確かに体力はあるんだけど、うん、バスケとかサッカーの方がさ、こう試合とか実戦でこう切り返しとか多いじゃん、それの面では得意かもしれない、うん、いやでも久しぶりにやれてよかったじゃないですか。そうですね、きつかったけどね、リベンジします絶対に、うん、はい、ということで本日はタケと一緒にシャトルランガチでした、うん、皆さん見てくれてありがとう、ありがとう、次回もよろしく、バイビー、バイビー。皆さん見てくれてありがとう、ありがとう、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう、バイバーイ。